最後になります、原発ゼロの会阿部智子さんお願いします。はい、気膨れてすいません。衆議院議員の阿部智子、そして原発ゼロの会、事務局長の阿部智子から皆様に連帯のご挨拶をいたします。6年前の3月11日のあの事故を忘れずに、そして大事な私たちの未来、子どもたちのためにここにお集まりいただきました皆さんに、まずゼロの会から心より御礼を申し上げます。もうたくさんの方が話されました。先ほどの C さんのお話、野党共闘で今の安倍政権、本当に南スーダンでも森友問題でも文科省の天下りでも政治をないがしろにして国民の窮状に目を向けない安倍政権を倒そう、そういうお話がございました。全く意義はありません。さらにです。加えて人間の尊厳を守る、この国を窮状から救うための広範な、実は今与党に属しているかもしれない、あるいは与党でも野党でもどっちでもいいって思ってる人も、でもこの原発だけは一緒に止めなくてはならない、私は強くそう思います。ですから原発ゼロの会は自民党から共産党までというと、なんか共産党と自民党の幅があるようですが、でも実は違います。なぜなら原発を続けることは本当にこの国の未来を危うくして、先ほど初鹿さんからも、民進党初鹿さんからもご報告ありましたが、私どもゼロの会は昨日消費者庁に行きました。電気安いはずの原発電気、昔安かったからこれからの子どもたちから料金を取ろうという、そんなことがありえていいのか、それくらい原発は高いんです。そして事故を起こしたら誰もそれを保証することができないから、みんな国民の財布に手を突っ込む。それだけではありません。なぜ福島の子どもたちは甲状腺がんに苦しまねばならないのか。部分切除といって部分的に取ったものは再発の危険性を抱えます。かくいう私は小児科の医者です。全切除すればホルモンを飲み続けなければなりません。因果関係がない、原発のせいじゃないと言って誰がこの子たちをこの状態に貶めたのか、そのことを安倍総理はどんなに詫びても詫びすぎることはないし、二度と起こさないための何をなすべきかを今日ただいまはっきりさせるべきです。自衛隊員は南スーダンで殺されるべきではない、殺すべきではない、だから5月の末じゃなくて即刻今帰ってくべきです。森友問題は安倍総理が執念を燃やす教育を子どもたちから奪う、押し付けてねじ曲げて子ども本来の健やかな学びを妨げる、その意味で万死に値する問題であります。文科省の天下り、教育までも食い物にするのが安倍政権の本質で、経済産業省の官僚が操る今の安倍政権が東芝問題、原発の輸出問題、電力料金の値上げ問題、すなわちこの国を滅ぼす、その頑強元凶であります。私たちは今日からまた新たな戦いに挑みます。なぜ安倍総理は6年経ったから福島の思いを、福島への思いを語らなくていいのか。そうしたことはありえない。
民と共に、国民と共に、悲しみと共に、失われた命と共に、これからの命と共に、皆さんとご一緒に戦い抜いてまいりたいと思います。衆議院議員安倍智子から、原発ゼロの会から、万感の思いを込めて連帯のご挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとう。